Starting from zero, the Lexus brand's newest challenge, the inside story of the development project. This is the team taking the Lexus driving signature to the next level through electrification technology. The key technology is the steer-by-wire system. By eliminating the mechanical connection between the steering wheel and tires, and controlling the tires via electrical signals, they began a journey to create an unprecedented new steering system. 今までのハンドルをまあゼロにするって最初からやるっていうことなんですけど、本当にそこが正しいのかっていうところをもう一回見直そうと思ってですね、人間は一体どこを持つことが一番コントロールしやすいのかなというところからまず入ってきましたね。 However、うわ、こりゃいいか。路面のグリップ感っていうのが感じにくい。 It wasn't easy, even for veteran engineers.やっぱりドライバーの操作に対して車の動きとそれから力の伝え方、そういった指標みたいなのを持ってたりはするんですが、そこだと従来のステアリングと同じようなところにはなるんです。ただやっぱりドライバーがどう感じているかってところはなかなか数値では表しきれないところもあるかなと。ステアバイワイヤーはそういう振動遮断もできるし、与えることもできるし、車との対話っていうそういうところを改めて考えて、まあ、どうしていくべきかっていう作り込みをしてきたっていうのは一つ大きいポイントだったんじゃないかなと思いますけど。 About 5 years of development went into steer-by-wire in the quest for unprecedented driving performance. And finally. いいね。いや、気持ちいい。新しいモビリティの時代の幕開けが始まったっていうような、そんな感覚を得られるステアリングのシステムができたんじゃないかなっていうふうに思ってます。Performance that would herald the dawn of a new era in mobility would also have a significant impact on the design. 我々レクサスがデザインをしていくときに絶対に外してはいけない、やっぱり軸っていうのがあって、でそれは機能に根ざしたデザインであることっていうことだと思うんですね。 EV っていうとどうしてもちょっとこう家電的だったりとか置物みたいな、まあ、なんかそういうようなものを結構想像すると思うんですけど、やっぱり私たち走りっていうところにこだわりたいと思ってるので、まあ、そういった走りの部分っていうのをしっかり特徴にしてレクサスらしさを出していくために、躍動感とシンプルさっていうところを混ぜ合わせたようなコンセプトを作りました。The battery EV even revolutionized the iconic Lexus front fascia. 今まではエンジン冷やすために開いていた穴っていうものがかなり小さくなるっていうところもあるので、まあ、それを生かした新しいスピンドルボディっていう我々のブランドのアイデンティティの進化みたいなものを見せれるといいなというふうに思ってそこに取り組みました。エンジンがなくなるので冷却開口に入れる風量を減らすことができるので、車両の周りの風流れっていうのはガラッと変わってきます。特にこだわったのはルーフスポイラーですね。空気抵抗の低減を狙わないといけない、かつ横風外来に対するケアも必要だっていうところが非常に難しく、まあ、チャレンジングなことだったかなと思ってます。よりも絶対寝かした方が空気的にはね、バックドアガラスを寝かせることで空力性能を確保しようとしているんですけれども、デザインから要望もありまして、車両センターではスポイラーのない形を採用して、車両外から見るとスポイラーがあるといった構造を、従来構造をとらわれずに実現してまいりました。やっぱりパッと見てこの車はレクサスだなとお客さんに感じてほしいのと、ボディの全体の仕立ての良さっていうのにすごくこだわってます。一瞬しか見えないところに対しても綺麗に面がつながっているよねとか、部品がピッチリ合わさっているよね、そういったところのこだわりをですね、初期段階からちゃんと計画してみんなで一緒に取り組んできたっていうのが今回の一番のこだわりになります。 The battery EV inspired a new design and improved performance. And then Chief Engineer Watanabe staged another revolution. これからの時代はこのラグジュアリーっていうものに対する考え方っていうものもどん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 変化進化をしていく必要があるなというふうに考えました。